さあ、じゃあちょっとここでやっていきましょう。この箱の中、ちょっと音聞いてみてください。これ何が入ってるか分かります？豆。豆。他には。分かんないですか？これ豆じゃないです。これ開けてみるとですね。パズルが入ってます。パズルでね。そうしましたら、ちょっとここ使わせていただきます。ちょっとお前いいですか？じゃあお前さん、ちょっとお手伝いいいですか？こうありますよね。そうしましたら、まずこのパズル、いろんなね、こう形、ピース、いろんなのありますよね。いろんなピースがあると思いますけれども、ここから、こう、UFO キャッチャーみたいにね、ガバッと取って、こっち側にこうちょっとパラッと置いてください。いいですか？はい、こんな感じに置いていただきました。そうしましたら、こうありますので、ちょっと半分にこう分けますね。そしたら、上か下どちらかをこっち側に戻してください。はい、ありがとうございます。いいですね。さあ、残ってきましたね。さあ、じゃあこんな感じでちょっと裏向きにね、じゃあ、この中から3つ選んでください。あ、ここ抜けてる、この辺置いてです。はい、3つ、いいですか？そしたら、この残りの3つはこちら捨てちゃってください。はい、いいですね。今確認しますけども、全く自由に、3つ選んでいただいたわけじゃないですか。そうしましたら、ここにですね、3つ残ってますので、いいですか？ありますよね。そうしましたらですね、ここありますので、ありますね。そしたら、この中からまず指を一つ指をポンと置いてください。それでいいですか？この残りは使わないので置いていきます。今ガバッと取っていただいて、どんどん少なくしていって、最後に一つをお客様ご自身に指を置いて選んでいただいたことになりますよね。ここまで OK ですか？はい、そのままにしててください。ずっと先ほどからここにね、置いてあります。これ何だと思いますか？まさかのね、これ見てみるとですね、見てみるとですね、やだ、はい、これ何の絵だか分かりますか？モナリザ。モナリザですね。モナリザの顔の一部が、ピースが抜けてます。これ見ていただきますけれども、このピースありますね。そのピースをちょっとここにはめてみてください。はい、ここにはめていただくと完璧に、素晴らしい選択をしていただきました。もうね、なんかよく見ると、なんかお姉さんモナリザに似てますね。髪の毛もまずはモナリザだと思いますのでね。はい、ご協力ありがとうございました。